来た、スリー、うわー沈めてきた、さあ取れまえた、ここでチームを鼓舞するスリーが入った富山グラウジーズ。ゲームのクロージングのところ、2年連続のチャンピオンシップ進出、作ってきてる、うわー沈めてきた。さあまたスミス逃げる、前田のシュートを決めた、そしてバスケットカウント、スリーポイント決めてきました。パーソナルファウル2回目、チームファウル2回目、今のスリー、おっと前田へのパス、ショットクロックが4秒、スリーは葛原、決まった、また同点。こうなってくるとちょっと間に縮めていきたいところですが、オルトンのところでなかなかちょっとボールがね止まってしまっている印象もありますが、決めた。もうこの前田が22得点という大活躍でチームを勝利に導きました、はい、今このシュートをきっかけに、後から山田へパーカー、そして前田に入った、前田が行く、どうだ、バスケットカウント、水戸が上げていきました、戻した阿部、回していきます、前田外から打ってくる、決まった。さあファジーカス、このボール奪う、おと、そして水戸、やはり粘っこいですね、富山は。いいところがちょっと気になるんですよね。そうですね、はい、今もそうだったんですけど、ハーフウェイぐらいでちょっと立ち尽くしてたので、さあそして前田、バスケットカウントです。ライオンズ、ここはボールの出しどころを探しています。ペッパーズ、ペッパーズから預けて決めました、これで同点。年内ラストマッチも残り2分を切りました。これでスティール、富山が一気に、前田が決めて逆転に成功。まずはこのプレー、ご選手のアシストも引きつけるだけ引きつけて、さらには市岡ショーンのファウルをもらってます。ただボールの出しどころを探っている状況です。残りが9秒になりました。出して、ここは外からのシュートを決めた、すごいシュートを前田が決めた。たり知れないルーキーの底力、ミングス選手がブロック来て、よく自分、はい、ペインテリアの失敗に対しては明らかに今日はプレッシャーを与えていますよね。前田スリーポイント、4点プレーになった。よく決めました。熊谷のファウルです。前田、これは打って沈めてきた。ペッパーズ、ライオンズ、前田へ引き離して、来ました、来ましたね、値千金のサトル前田ツリー、金丸、やっとここはファンブルしてしまった。前田決めた、素晴らしい。安藤は現在リーグではアシストランキング10位、今日はポイントよりもそのチームのためにというプレーが目立っていましたが、ここは綺麗につながっていきました。バックドア、はい、阿部バッツへ逆転振る、前田、ライオンズが上げていきます。前田外から打った、決まりました。さあ井口さん、第1クォーターはどんな風にご覧になりましたか。先節のゲームでは14得点挙げているミックスです。決めてきました、ここです、カーブがついている、まだあります、前田決めた、スリーポイントで決めました。前田サタル、バッツ、もう一度腐乳、外へ前田、決まりました。ここですよ ね、 ここですね、はい、このパス、カモンサトル、はい、まあ、今はアシストという形になりますけれども、もう一度ライオンズへ、外から指示も出ています。前田、今度はインサイド、決めてきた。こうやってしっかりとドライブで、ここもファールになっています、はい、内海の